こんにちは。紹介いただきました民主党の小川俊夫です。日本の平和と将来を守るためにこうして活動していらっしゃる皆様に深く深く敬意を表します。そしてその努力をしっかりと見直されるように私ども一生懸命頑張ります。しかし安倍政権ひどいですよね。もう半年経ちましたが国会の採決なんてあったとはとても言えないような中で堂々と憲法違反をやりきってしまった。こんな政権許せないわけですけども、安倍政権つい先頃参議院の予算委員会で言いました。自分の在任中に憲法を改正したい。国内は本音でしょう。ついに本音を吐露したわけでありますけども、ただじゃあ安倍さん憲法のどこを変えるんですか。一番大事ですよね。自分の政治生命をかけて憲法を改正したいというんだから、憲法のどこをどういうふうに変えるんですか。国民に説明するのが意の一番民主主義の原則じゃないでしょうか。何回聞いても安倍総理は説明しません。いずれみんなが議論すればいずれまとまるものはまとまるでしょう。全く風の行くままマカソのようなことを言ってますが、そんなわけありませんよ。安倍さんの心の中にはどこをどういうふうに変えるのかはっきりと持っているはずです。じゃあなぜ言わないのか。都合が悪いから言わないんです。言えば国民がみんなが怒るから。だから説明しないまま、問題があっても問題を明らかにしないままうやむやのままにして、で選挙戦勝ち抜いたら私は憲法を改正すると言ったじゃないですか。ですから皆さんの支持をいただいたからといって本当にひどい憲法を改正するんじゃないでしょうか。まあ安倍さんが憲法改正中身言わなくてもですね、どういう改正をするのか、これは安倍さんも役員として加わって作り上げた自民党の憲法改正草案、ここにはっきり現れていますよ。集団的自衛権の行使、これを自由にできる、まあ、昨年9月のですね、あの平和安全法制、集団的自衛権の行使を認めましたけども、しかしまだ政府が言う3要件があって必要最小限でなければならない、まあ、必要最小限度でも憲法違反なんですけども、それでも必要最小限度でなければならないという制約をつけていました。今度の自民党の憲法改正草案ではそういう制約もない。ただ同盟国が戦争する自衛権の行使だといえば自衛隊が自由に海外で戦争できる、これが自民党の憲法改正草案です。あるいは自民党の憲法改正草案の前文にはこういうふうに書いてあります。国民は国と郷土を気概と誇りを持って守る、国民の義務が書いてあるんですよ。憲法って権力が国民に対して約束する、国民に対して権力ができることとできないことを明確にするのが憲法じゃないでしょうか。自民党の憲法草案はそうじゃないんです。国民が国を守る義務を課してるんです。憲法というもの、政府が権力が国民を動員するためのそういう道具だと思ってるんじゃないでしょうか。あるいはナチスのあの台頭、ワイマール憲法という大変民主主義憲法の中で合法的にナチスが民主主義を奪っていった、なぜか緊急事態だからという条項を利用して、緊急事態だから何でもできるというそういう条項を勝手に解釈してどんどん民主主義を葬っていった。その緊急事態条項、それとそっくりのものが自衛隊の憲法改正草案には入ってるんです。日本が外国に攻められたら、あるいは大地震のような災害があったら、だから東日本大震災が起きたら、今度は政府は国会を開かないで自分の考えだけで
法律と同じような政令をどんどん作って、国民のこの人権を制約して宣言して、どんどんできる。国会は解散しなくてもいい。場合によっては国会議員の選挙もやらないで、どんどん任期を延ばしてもいい。こんな法制になってます。こんなことをやろうとしている。それじゃあ民主主義が死んでしまいます。将来を担う若者は日本の社会、国民の生活を守るんではなくて、海外で戦争をするために国家から動員される。そんな憲法改正草案、国民の皆さんにきちんと正しく説明したら、国民は言いますよね、許せない。そういうふうに国民が怒るに決まっているから、安倍総理は説明しないんです。説明しないままうやむやに参議院選挙を乗り越えて、危うくば3分の2を取ったら憲法を改正してしまおう。こういう安倍政権は許せません。皆さんも同じ思いでこうして毎日行動していらっしゃると思います。私ども も絶対に民主党、もう少しすると名前が変わるようでありますが、名前が変わっても憲法を守る、日本の平和を守る、この精神は変わりません。大きく力を合わせて日本の平和を危うくする、民主主義を踏みにじる安倍政権の打倒に向けてしっかりと頑張りますということを誓いまして、本日の皆様の連帯の挨拶にさせていただきます。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。